私先生のこと好きなんです。それ定量的に言ってもらえるかな。え、それどういう意味？どれくらいの量かってこと。普通に聞けないの？普通？え、だからそういう時は俺のことどれくらい好きなのって聞けばいいじゃん。うん、先生そのままじゃ一生結婚できないと思う。え？僕らは旅の途中さ、今さらつないだ手に気づく雨上がりの空の下、ハレルヤハレル。足跡のない雪の山を登ってみたいと強がって、その合間に伝えたいことまとめ続ける。まだまだ僕には届くはずのない、言葉じゃ伝わらない喜びを分かり合いたくて、このままずっと二人で見つめ合って、それだけでたどり着いた今この深い森の中で響き渡る君と僕の歌。先生は普通以下だから私の言うことを聞いて。普通以下、一つのことが分からないからって普通以下だと判断するのはどうかと思うね。世の中には分からないことがたくさんあるし、君の知らないと僕の知ってることがたくさんあるんだから。え、怒ってるの？次の計画を立てよう。わざわざ傷ついたふりをしてみる、遠くに行ってしまう何かを諦めるための口実なのか。そんなものに縛られる必要は全くないんだよ。先生変わったよね。どういう感情？このままずっと二人で見つめ合って、それだけでたどり着いた今この深い森の中で変そうだね。うるさいな。僕のどういったところが普通と違うのか教えてもらえると嬉しいんだけどな。社交性ゼロの男と恋愛経験ゼロの女、まともじゃない2人が狙うのは一見まともに見える青年実業家とその恋人。恋愛力ゼロコンビはまともそうな2人を振り向かせることができるのか。それ定量的に言ってもらえるかな。全く噛み合わない2人のまともじゃないラブストーリー、答えは一体どこにあるのか。まともな恋愛って何？まともじゃないのは君も一緒。ほら、あなたも。